こんにちは、日本画家の斉藤理恵です。本日はこちらの鯉竜について説明いたします。こちらの作品は、鯉が滝登りをして竜になった姿を私が想像して描いた作品なんですけれども、こちら、円形の形になっているのは、こちらにも少し書いてあるんですけれども、ウロボロスという古来から伝わる文様があるんですけれども、こちらの図には永遠とか永劫とかそういった意味があるんですね。でそちらと登竜門の鯉の発展していくという願いを両方とも込めた作品として今回描いております。こちらは生地に直接日本画の胡粉という絵の具を乗せて下地をつけてから岩絵の具で制作しております。こちらは、金地に黒いマットを使っておりまして、ちょっとアンティーク感のある額装にしてみました。こちらの作品についてのお問い合わせは阪神美術画廊までお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。